はいどうもこんばんは、ワドです。今日は2019年1月の4日21時40分です。今から外配信で散歩行きます。よろしく。さて着替えますか。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、こんばんは。こんばんは。金魚姫さん、ワドツ。はい、ワドツ、こんばんは。白玉さん、ワドツ。こんばんは。あー、バカありがとう。散歩。みーすけさん、こんばんは。みーすけ、こんばんは。俺のかわいいかわいいみーすけ来た。金魚姫さん、なぜならば歩こう音符。どうも。毎日の日課にしないとね、お散歩ね。金魚姫さん、スウェットやる気だね。え？スウェットじゃない、ジャージだよこれ。ジャージ。音声映像問題ないかな。オッケー。じゃあ行きますか。あー、筋肉痛。
よいしょ、行こう。靴履いた。うー、寒い。寒いね。ポンさんはドツー。はい、はドツー。やべえな。ニプンさんはどつ。金魚姫さん筋肉痛つらそう。ガッチガチだね。はい、はどつ。ガッチガチ体が。ヤババボンさんどこ行くの？ボンさんサポートありがとね。ボンからもサポートしたよ。準備体操。ポンさん寒そうだ。寒いね。みんなそろ働き始めて何日ぐらいからの？まだ正月気分。まだ正月かな。働き始めていつからなんだろう。どこ行くわけじゃないね。お散歩だね。毎日の日課のお散歩。金魚姫さん7日から仕事始め。7日からか。ちょっと携帯電話が調子悪いからブツって落ちたらごめんね。ブツって落ちる可能性があります。携帯も新しいの買わないとな。金魚姫さんすっかり怠けてます。いいじゃん、正月は怠けるための期間だから。昨日よくストレッチしたんだけどな。それでも抜けないね。硬え体。徐々にね、徐々に、ね、ゆっくりゆっくり。金魚姫さん、私も工事仕事だから休み明けが怖い。Thank you.
しよう。リンゴさん散歩の何を応援するの？うの3強盗して逃亡中。解放さんこんばんやーハイト。そろそろ歩いて呼吸整えて落ち着いたらまた走ろう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。金
魚姫さん無理はしないでね。今年もよろしくお願いします。ポンさん周りには見せない直向きな努力がかっこいい。頑張れ。ありがとう。
ドさん、無理に予定しなくていいよ。呼吸が乱れるから。ありがとブラックどうもメトロさん、コーヒー送ってくれた？あれメトロさんだっけ、タリーズ。いや、5分も歩かないかな。前この道ノンストップで行けたのに。ありがとう、みんなメトロさんが缶コーヒー送ってくれました。昨日から美味しくいただいてます、ありがとう。金魚姫からポカリもらってるし、ハッピーニューイヤー、ありがとう。みんすけ花火ありがとう、ありがとうね、みんな花火ありがとう。サンキュー。金魚姫さん、メトロさん、ありがとう。ありがとうね。金魚姫はありがとう。花火ありがとう、みーすけ。みーすけさん、ムヒムヒ。金魚姫さん、いえ、いえ。ボンさん、メトロさん、パチパチ。ありがとうね。さん、美味しいコーヒーを教えてくれたお礼です。あれ、美味しいでしょ、美味しいでしょ。メトロさん、超美味しい。ねえ。
金魚姫さん乾燥してるからちゃんとポカリで水分補給もね。了解。温まってきた。筋肉痛も取れた。いやー、前はノンストップで行けたから体力落ちてる。徐々に戻そうね。ハーフポイント到着です。ハーフポイントまで20分か。衰えてんな。来週の頭、1週間後にはフルで走れるようにしたいね。それ膝とか順調ではあるんじゃない。いや、昨日よりは2分早いけど、2、3分早いけど、とりあえず1週間後にここを往復できるように、ノンストップで。ノンストップで30分がタイムなんで、試合本番にまあ25分で走れたらベストかな。ちょっと息整えます。ハーフポイントです。2.5 キロで、金魚姫さんノンストップで一枠がベスト。ノンストップで30分ジャスト切るぐらいがベストだね。中井富士見橋です。中井富士見橋、ここは僕のハーフポイントっすね。結構高低差あるんだよね。これも坂道でしょう。ストレッチで息整えて帰りましょう。今日は軽いシャドウを入れます。金魚姫さん坂道だから余計きついな。結構な坂道だよ、うん、まあ、後半はね、中盤もう余裕で走れるようになったダッシュも入れてこうかなと思ってますね。まだ基礎体力を1週間で作るところからなので、とてもじゃないけどシャドウする環境じゃないですね。肺と心臓がバックバックで持たない。ストレッチしてますね。このももの裏が
今体重絞るところだね。重りがついてる状態だから心肺機能を戻して脂肪をごっそり落とそう。基礎体力作り無理せずね、ゆっくりゆっくり確実にね。じゃあ行けますか。あと2分で。2キロ走ってどうやってるおっさんとは違うから。2キロ走っただけでどうやってるおじさんとは一緒にしないで。2キロであの顔できんだよ。引くわ。ポンさん、まずは柔軟運動とマラソンで体力と耐久力身につけよう。金魚姫さん内緒。本当だよ、ないよね。引くよね。やってるアピね、やってるアピ。僕頑張ってますアピ。金魚姫さん寝ただろ。じゃあ10秒前です。いきます。金魚姫さん、よっしゃ、吐いて。
金魚姫さん見てたら私も走りたくなり犬の散歩に出たわらわら。いいね。外だよ。運動不足解消。散歩散歩。今日何食べようかな、ご飯。あやさんハートをプレゼントしました。ハートありがとう。ありがとう。あやさんかっこよい。ご飯はもりもり食べていいよ。本格的な減量っていうよりも体重を落とす、適正体重に落とすっていう作業だから、大体俺の身長でプロボクサーとか54キロとかまで落とすからね。56キロとか。本産持久力を考えると炭水化物も食べなきゃね。普通に食べていい。俺は走ると体力つくのかな。全然違う。昨日よりも心臓が痛くないし肺が戻ってる。全然違う。むくみも取れて呼吸が深くなってるね。今日ぐっすり寝たもんね。
やっぱ全然違うよ。あやさんとワドさん、細身じゃない？いや、俺めちゃめちゃ太い。身長170で体重73キロだから。65キロまで落とそうね。ウォーキングでも全然変わるからね、女の人は。ウォーキングでも全然痩せるよ。一緒に歩けばいいんだよ、走らないで。ウォーキングで全然いいよ。ウォーキング全然いい。スタイル変わるし。金魚姫さん、まさに今私は歩いてます。一緒に歩こう。寒いから風邪ひかないようにね。え、ここにネギシあるんだ、知らなかった。あやさん、私も送ろうかな、明日から。ネギシの工場があるよ。ネギシの工場だ、これ。はい、毎日俺やるから一緒に走るといいよ、空いてる時は。みんな健康になろう。ボーン、マラソンっていうかウォーキングから始めれば。膝壊すよ、いきなりやると。多分ね、走ったら分かるけど心拍数が息切れ、俺と同じ状態だと思うよ。まあうつ病とかにもいいしね。本当は太陽出てる時にやるのが一番いいと思うけど、今日起きたら夕方だったから。ウォーキングしながらでも全然解放みたいに樽になるよ、運動しないと。ボンさん、少しずつ無理しない程度にね。そうそうそう、楽しく。ほら、一緒に放送聞きながらだったら楽しくできるから。金魚姫さん、そう歩きでも息切れるよ。そう、ゆっくりでいいんだよ、マイペースにね。ゆっくりゆっくり、確実に。俺らプロじゃないから、楽しく前に続けることね。you
おう、メイウェザー、よろしく。みんなメイウェザー来たよ。延長します。アイテムお願いします。ありがとう。5キロ終わり。アイテムありがとう。ポンさんハートをプレゼントしました。金魚姫さんいいねを10個プレゼントしました。ゴールです。ゴールです。お疲れ様です。ちょうど41分ですね。今日のタイム41分。 No like No like Do you like run? I don't like run. I like rice. Japanese rice. お疲れ様です。はい、お疲れ。じゃあここからストレッチと腰の回転、腰の回転やりましょう。お疲れ。ちょっと遅いね、41分。まあ歩きながらこんなもんでしょう。ふうすけさん、捨て頃に向けてトレーニング。いや、散歩です。散歩です。ボンさん、ハローガラ。Enjoy running. Thank you. Thank you very much. Aya さん、風邪ひかないでね。風邪ひかない、大丈夫だよ。大丈夫だよ。じゃあ次、ちょっと肩、本格的なシャドウの前じゃなくてフォーム確認と基礎的な腰の回転、フォーム確認だね。まだ1ラウンドも戦える体じゃないですね。目標に向かって頑張っていいですねから。いや、ただ散歩してるだけです。メイウェザーさん、お堂さん、ファイト。
冷たい汗が、すぐ汗がキンキンに冷えて体温奪うね。あ、ステゴロのチケット僕からは買えないんで、和道リスナーの何々ですって言って便所さんにチケット予約してください。あ、僕からは一切買えません。僕チケットさばくのとか下手なんで、全部便所さんにお願いしてるんで、和道リスナーですって言えば、あの便所さんがやってくれるようになってるんで、便所さんに DM 送ってください。うわ、かっこいいな、アキラのジャンパーだ。僕はステゴロに関しては一切練習しないで勝つ予定です。一切練習しません。今回はノートレーニングで挑みます。練習なんていらないっていうところを見せてやろうと思います。強いやつが勝つんですよ。ボイスト3パウンド4パウンド最強の男が見守ってくれてる。心強いのは、いや、もう世界の和道なんで、もうマブダチですよ。筋肉痛にならないようにしたいな。綺麗でしょ。クースケさん、Pカーブやめて L 字にするかわら。いや、L 字はちょっと打たれ弱いから。タムタムさん、寒そから。寒いね。ホイホイさん、その格好で寒くないの？この中にあのヒートテック着込んでるね。ヒートテック着込んでるから大丈夫。寒いよ、でも。金魚姫さんは綺麗。綺麗だね。今日ご飯何食べよっかな。うう、階段下るとき太もも痛えな。姫さん、うちは田舎だから懐中電灯なしじゃ夜の散歩はできません。逆に新宿は空が明るいんだよ。夜が来ないね。田舎の方行くと真っ暗だからね。おいおいさん、何で筋肉痛になったの？散歩、散歩で。
もういいわ、いいさん、普段あるかなさすぎだよ、M。そうだね。まさか半年でここまで体力落ちるとは思わなかったね。本当で家に寝てるだけだからね。家で座って喋って家に寝てコンビニ行くぐらいだもんね。スーパーか。それはダメだわ。もういいわ、いいさん、半年どころか1週間でも体きつい。ねえ、まだ明かりが少ないね。まだ帰ってきてないね。まだ田舎にいるんだろうね。徐々に明かりが増えてきた。昨日なんか真っ暗だったよ、タワマン。結構歩いたの？ 5 キロだね。昨日5キロ、今日5キロ。俺はまあ5キロでいいかなとか思って、まあ、後半最後の1ヶ月往復し、どうだろうね。往復10キロじゃなくて朝5キロ、夜5キロでいいんじゃないかな。わかんない、5キロのまんまでいくかもしれないし、まあ5キロは毎日やりましょう。ハピネスアットウナちゃんおしさん、カズミチ先生はどつ？はい、はどつ。カズさんがね、現役の時20キロだって、毎日。もういいわ、いいさん、十分だと思う。まあ、2キロ走ってどうやってるバカもいるからね。ああはなりたくない。ゴミの日か。金魚姫さん、毎日続けることに意味があるんだよね。そうそう、よいしょ。神に愛されたリスナーさん、とにかく和道さんは一切練習しないでクネル遊ぶ中心で勝ってほしいですね。どうしよう、ポカリ飲もうかな。せっかくだからいただいたポカリ飲もうかな。まだいいか、最後に飲むか。もういいわ、いいさん、お帰り。いや、まだ終わってないよ。あのスタンド取りに来ただけ。金魚姫さん、飲んで。最後に飲むわ。金魚姫さん家の鍵した？いやいや、泥棒入らない。俺の家近所で気違いで有名だから誰も近づかない。本当の気違いで有名だから、あの家の住民には変わるなって。そりゃそうでしょ、近所で一番の気違いだからね。金魚姫さんへ。いらない。
音声映像大丈夫？金魚姫さん OK だよ。モイストサンドラ猫ドラ猫、そうそう、盛りがついてるね。
さん練習ですか？今回は始めるの早いですね。いや、練習じゃないですね。糖尿病対策ですね。太栄養士茶よきさん、明けましておめでとう。なかなかくれねえ。明けおめ。今年もいい年にしましょう。お疲れです。ただの人さん、ふわふわ。ただの人さん、こんな時間に練習ご苦労様です。L字無理でしょこれ。スマッシュ使おうかな今回。スマッシュいいかもね。今日は鳴らし程度にやります。金魚姫さん、やばい、かっこいい。皆さん、やばいですよね。折れちゃう。
太平洋シーチャヨキさん練習始まったんだね。毎日戦い同じ目。オルフレンさん職質不可避。もういいもういいさんわらわら。蹴りなし。ナチュラル思考強めの関さん水泳坊和道すご。豆さん頑張るんだ。
本門さん決まれば痛そう。キルアさん手だけで打ってるから効かないよ。モンさん詳しいんですね。オルフレンさん帽子かわいい。キルアさん膝と腰の回転で打たなきゃ。キルアさん手はあくまで道具だよ。キルアさんバネとタメがないからぬあ。終わりっすか。さあポカリ飲もう。太栄養士ジャヨキさん、いつもトレーニング何時間してるの？トレーニングはしないよ、遊んでるだけ。トレーニングなんかいらねえ。ポカリ飲みながら柔軟体操しよう。リスナーさんからアマゾンギフトからポカリ送られてきたから。じゃあみんなお疲れ。金魚姫さん散歩お疲れ様。はい、散歩、今日の散歩終わり。太栄養士ジャヨキさんマジか。トレーニングなんかしないよ、散歩してるだけだもんね、みんな。
2キロ走ってどやってるおじさんと一緒にしないで。遊んでるだけだから。しゃあポカリ飲むか。薄めに作ろうねポカリ。太平洋シーチャヨキさんワンダーコアもらったからやり始めたよ。ワンダーコアもらったの。あったけー。ただいま。よいしょ。金魚姫さんおかえり。ただいま。フォローありがとう。フォローありがとうね。いい温度だ。太平洋シーチャヨキさん玄関から始めてみたショー。初めて見た？狭いでしょ。めちゃくちゃ狭いよこの家。いや寒かった。いい汗かいたね。コーヒーじゃない、あれ作ってる。はい。ああ。金魚姫さん汗すごい。太平洋シーチャヨキさん、いや私狭いの好きなのよ。超楽だね。狭いの、狭すぎるよ。ポカリ10キロ、10リットル4ついただきました。結構これね、3000円、4000円ぐらいすると思うんだけど。3000円かな？ありがとうございます。シーチャヨキさん羨ましいわ。かなり助かるよね。
まい。KP。うん。あーうまい。いい水分補給だ。うまい。金魚姫さん KP。 あーうま KP。 運動後はうめえな。めちゃくちゃうまい。いや携帯マジでポンコツだな。動かねえ動かねえ。金魚姫さんよかった。いやすげえ助かるよ。すげえ助かる。ありがとう。のりこが MRI と CT スキャンするって言ってる。え？何？なんで？どうした？金魚姫さんどうしたの？いやなんか頭痛いんだって、のんちゃん。いやマジかよ。頭痛い。え？今のりこと LINE してる。アンデレラとサメちゃんの彼女さん散歩終わったんですね。終わったよ、散歩終わった。お疲れ。あやさん、あるヤンデレちゃん。
ンデレラアットサメちゃんの彼女さんこんばんは。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さんお疲れ様です。ワドさん少し痩せました？いや俺むくみやすいですね。あの一日トレーニングするだけでこんなんなんの？金魚姫さんのあから返事さ、すっごいわかりやすいでしょ。食ったらそのまんま太って、痩せるとき本当に体のコントロールわかりやすいんだよ。むくんでるのがすぐ取れんの。のんちゃんから返事来て、もう病院行ってレントゲンの予約取ったって。あやさんね、ちかどさん痩せましたよね。いやだからたった一日でこうなるんだよ。わかりやすいでしょ。漫画みたいってよく言われるの。俺だから本当に65まで落とすよ、うん、こんなんだろ。マキロンさん MRI に入るなら MRA も取っておいた方が良いかも。いやもう病院に相談したって。金魚姫さんのんちゃん心配なんだけど頭痛。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さんのんちゃん何かあったんですか？いや頭痛が抜けなくて病院行ってレントゲンの予約取って MRI と CT やるって。なんか昨日頭痛くて病院行ってきて安静にしてって、で来週 MRI だって。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん偏頭痛かな。何もないといいですね。いや心配だねちょっとね。あやさん何でもないと良いけど。うん。マキロンさん脳の血管が見える MRA も欲しいところだね。まあまあ医者に任せようよそこは。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さんはドさん NG ワードあるんですか？ NG ワードあるよ、プロフィール欄に書いてある。ただ NG ワードに関しては読み上げないけど、血化気圧性見ることは見るよ。ちゃんと確認するから安心してほしいけど、放送のさ妨げになっちゃうから返事はしないことにしてる。全部ちゃんと読むよ。でもねあんまりね NG ワードあんまり対応しないでほしいんだよね。なんでかっていうとリスナーさんは楽しめないから、みんなで楽しく過ごす空間だから、どうしてもそのステッカー欲しいとか捨て頃のチケットの予約のこと、配信の邪魔したくないとか、まあできれば DM とか LINE がいいね。あんまりその配信で話せないこと俺も知りたくないし、だって配信で話せないこと知ったところで何にもならないじゃん。みんなに話せないわけだから、だからあんまりそのリスナーさんの個人的なことは知らない方がいいのかなと思ってる俺は。そんな感覚ですね。たまに NG ワードで普通のコメント書く人いるんだけど、返事はしないよっていうのは言ってる。要はみんなに広められないさ、公式 LINE あるよ。 LINE ある、今渡すよ。ちょっと待って、ラインはこれですね。ライン登録した人はこれを書いた後にヤンデレラちゃんだったらヤンデレラですとか、コテハン知らない人はやり取りしてない。コテハン知ってる人だけ連絡取り合ってますね。もしラインつながりたい人はこれ登録してください。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん今やりました。オッケー、ありがとうございます。これヤンデレラね。アヤさん、コテハン、コテハンっていうのはアヤっていうそのリスナーのハンドルネームだね。ペンネームみたいなも、要は LINE の名前が別で登録されてるから入れ直してんだよ俺が。 LINE 名わかんないじゃん。いや後でやろう。
LINE 登録してる人で小手半俺に教えてない人はリスナーの何々ですって言って、リスナーのあやですとか、リスナーの金魚姫ですとか、リスナーの誰々ですって。じゃあなんか田中とかいうアカウントからいきなりなんか送られてきても分かんないから、ウィーさん送ってなかった。あ、マウイワウイ、わかんないね、どれか送って、あのマウイワウイだよって。じゃないとあのもう5000人しか登録できないから削っちゃう、リスナーさんかどうかわかんない人は除外しちゃうから、あの早めに送って、誰誰だよって。なんかね、わかんない人がいっぱいいるんで、500人ぐらいいるんだよね。あと LINE つむつむ来たらブロックしてます、僕睡眠の邪魔なんで。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さんすごい数ですね。まあ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 、フォロワーさん4400人いるからね。あとニコ生時代から使ってるから、このアカウントしょうがない。一人一人の個人的なことを送られても、例えばその放送のネタで拡散してほしいとかだったら役に立てるけど、俺カウンセラーでもないわけじゃん。そうだから個人的な人いるんだけど、おはようはどう、今日いい天気やな、こっちは晴天やで、風が冷たいんで気をつけてなとかも全部既読無視だから、あ、これか。あ、コテハン変わったんだ。あ、オッケーオッケー。ささみさん、おはよう、ワドさん。まだ黒黒探してくれないの？黒黒もう諦めた方がいいよ。黒黒2年後復活するって言ってたけどな。黒黒面白かったね、ささみさんね。あやさん DM 送っちゃった。 DM？ DM？ はいはい、 LINE はやってないのかな。はいはい、DM に送っても、 DM は Twitter 名書いてあるから分かるよLINE ね、コテハン教えてほしいのは。ささみさん、マドさんとの絡みマジ面白かったね。え、面白かったな、黒黒な、裸にカーディガン羽織ってな、夏なのにな、天才だったよね。あんな面白い配信者もう現れないだろうな。黒黒は面白かったな、いい配信者だったよね。ザ・ニコ生って感じの発狂芸させたら一番面白かったかな。最高だったよね。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、楽しい配信がいいですね。そう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 。要はなんだろう、ほらなんだろう、ほら俺はリスナーさんからお金もらって生活してる身分だからさ、あの友達にはなれないんだよ。友達になったらダメだと思ってるし、あくまでその俺のスポンサーだから、スポンサーさんの個人情報はなるべく知らない方がいいと思ってて、そうビジネスパートナーと、あとまあファンレターだと思って受け取ってる。そう全員に、例えばさ、LINE に登録してある3000人4000人から全員おはようって来ても、全員におはようっていうことは不可能だから、それってさ、一人だけ特別に扱っちゃったらダメなことじゃん。あのリスナーだけ返事返して私には返さないのって。カトランさん、おー、カトラン、よろしく、いい年にしようね、一緒にいい時点にしよう、俺は最高の1年にするって決めてるから、よろしく。
ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん変なライン送ってすみません。うん、まああれで放送で拡散してほしいとかだったら、あのあとちゃんと返事をするのは仕事の依頼と、あとあれだね、あのカメラだね、モデルやりたいんですけどとか、映画出たいんですけどとか、あとはもうファンレターだと思って既読無視です、正直ごめんね。でも全部目は通すからね、既読はするから。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、スルーしてくれて大丈夫です。うん、そうそう、 LINE に時間割く時間があったら配信で恩返ししたいから、配信つけたらみんなが楽しめるじゃん。何食べようかな。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、眉毛にニキビできたのが痛いし悔しい。眉毛にニキビできちゃったの、うん、痛いね。シャワー浴びようかな。マキロンさん、トマベチ氏の音響動画は面白かったよ、いろいろな情報が聞けてありがたい。 ありがとう、花火ありがとう。あれ面白いでしょ、もう数千万の機材で笑うしょ、あれトマベチヒデトチャンネル。あれは面白いよね、本当の大富豪だから、あの人は。トマベチさん、三菱系の財閥の息子だから、三菱全体の創業一族の家系だからね。あの人はすごい人だよ、大金持ち、本当の桁違いの。もうタワーマンションの屋上に数千万のパワーアンプ3台ぐらい持って、ケーブルとかうん百万とか、そういう世界の人だからね。あれは一般人には参考になんないよな、金持ちの自慢を聞いてる感じだけど、まあ勉強にはなる、あの人学者だし頭めちゃめちゃいいから、仏教とかにも造詣深いんだよあの人。すごいよね。じゃあ一旦これで枠閉じます。皆さんありがとうございました。まあ LINE ここに書いてあるんで、これクリックすると僕の LINE になるんで、つながりたい人は、リスさん何々ですって LINE 送ってください。それじゃあ皆さんお疲れ様です。また後でお風呂入ってご飯食べたら放送やると思うんで、ぜひ見に来てください。お疲れ。姫さん、トリオツでした。トリオツ。